現在朝の5時過ぎです。今日はスノボーに行きます。Let's go. We're all packed. シアトルから東に2時間ほど来たところにあるスティーブンスパスという山に来ました。まだオープンまで時間があるのでまだ誰も滑ってません。こんな感じです。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。リフト乗りました。後ろに嫁と姉ちゃんが座ってます。横は弟。やばい、雪がすごい降ってきててテンションがめちゃくちゃ上がります。弟がジャンプにいました。めっちゃ降ってる、めっちゃ降ってる。一旦お昼ご飯で駐車場の車に帰ってきました。朝よりもさらに雪が強く降ってます。お昼はお稲荷さんとおにぎりとロールサンドイッチ。お昼を食べてお茶も飲んで温まったので午後も滑り倒します。どこへ行こうかね。見えにくい。
読み発見。初心者の嫁と姉が急な斜面に出くわして降りてこられなくて、お尻で滑ってくるのず。なんか楽しそうだ。さっきまでの吹雪が止んで少し晴れ間が出てきました。みんな体力的に疲れてきて、暗くなる前に山降りたいので、これがラストランです。今日は終了です。これからシアトルの方戻りますけど、まあ、スティーブンスパス近場でいい山なんで、また来ます。ではでは。まだ雪降ってる。